エモンノフとは、律令制における監視。当初は一つであったが、大道3年に、A シフト統合されて、一旦廃止され、公認3年に左右 A シフの解消に伴って、またオけされた際、左エモンノフと、エモンフの二つが置かれた。和訓にて、湯気比のつかさと呼び、湯気へという漢字を当てる場合がある。湯気比とは、湯気を比の天下で、湯気とは弓を入れる容器のこと。 湯気火がさらに生まって、湯気へとも称される。東名は金吾、関門、関府。長は、モ門の正しである。柏木は、王朝和歌における、モ門の府エモ門の正しの画章である。当初、英史譜、表 F と合わせて、五 f と呼ばれ、またおけ跡は、この F 表 F と合わせて、六 f と呼ばれる。ここでは便宜上、英史譜統合以前を、前期、 英氏府の解消による、またおけいを、後期と表記する。湯芸の伝統を受け継ぐ門部を中核として合わせて、英氏も配属する。太古より、宮城の門の警備を担ってきた士族であることから、絵門のふと称せられた。職将は旧門を主営し、通行者を検察する。758年に、藤原中丸による、官号の東風化の一環として、司門へと解消したが、 藤原中丸出脚後の764年に再度、エモンのフに改称される。808年7月22日に左右衛詞符に併合されることによって、左右衛詞符として一本化される。その他に、また衛詞符に併合されるまでは、悲観として、即対花田方を着用した、モンの像811年11月28日に、左右の衛詞符を解組して、これを荒めて、 左右の絵門の布と解消した。大大理の外閣のうち、賢春門、賢令門、義州門、作兵門より外側で、陽明門、陰府門、須作門、伊憾門より内側を警備することが職象だったが、後代には、これがケビン市長によって奪われた。ケビン市長も当初は、絵門の布内に置かれ、絵門の布の官人がケビン市を兼務していたためである。左門のの人所は、 研修門に、衛門の神書は、義修門にそれぞれあった。その他に後に、衛門の府の職所は、ケビーし、武家に奪われ、鎌倉時代以降は、朝廷の機能としては、有名無実化していった。しかし、官職の中でもこの衛門の府などの武官官職は特に、武家に好まれ、もっぱら武家に対して与えられるようになっていった。室町時代では、 おおむね三冠霊家の一つである畠山氏の当主が、左衛門の正氏に代々任官したため、道家は、金吾屋とも称された。また、安土桃山時代の大名である、小早川秀明は中納言の官職とともに、左衛門の正氏を検体したため、金吾中納言と称された。このほか、戦国時代には各地に割挙した、戦国大名が、左衛門の称意を略した。 左衛門の城を受領名として家臣に与え始め、江戸時代になると武家官位の制度が確立して、もはや朝廷とは何の関係もなくこの左衛門の城が旗本や御家人などの中級武士に与えられるようになる。江戸町奉行として有名な遠山影本もこれにあたる。鎌倉時代室町時代戦国時代安土桃山時代。 平安時代戦国時代戦国時代安土、桃山時代、平安時代、平安時代鎌倉時代南北朝時代、室町時代戦国時代なお、正位に語位の者が任官された場合には、これを左衛門の大部、衛門大部といったほか、ケビン氏と兼ねた場合には、大部城と言い,い、これを定城と通称した。平家追悼で軍港があった源義経が、 ご白川法によって認可されたのがこの左衛門の将位とケビン将尉位でこれが法眼だったことから苦労法眼と通称された。ありがとうございます。